はい、どうもこんにちは。ブレブレゲームスへようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はやっぱりおかしい朝栗シャドウズについていろいろ見ていきましょう。皆さんは8月の20日に公開された新しい動画を見ましたでしょうか。ざっくり言うとこんな感じの動画になっていました。まずは直江と安家2人がいる理由ですね。まずはこのゲームですが、2020年から開発が開始され、今4年経っています。取り組み始めてすぐに素晴らしい2つの要素が決まりました。それは忍びと侍を起用することです。侍はもちろん安家ですね。おいおいおい、いきなりどうしたんだよ。今まではアサシン、暗殺者、殺し屋みたいなところで忍びだけでいいだろっていうツッコミは、まあとりあえず取っておきましょう。動画はこう続きます。ですが、一人のキャラクターに両方を詰め込むとそれぞれ深く追求できません。それは本来必要のない二人のキャラを置くからそうなるんでしょうね。ここで話は振り出しに戻り、だからこそ二人のキャラクターが必要になったのですと意味のわからないことを言っています。 UBI の言っていることは意味わからないですけど、もしかすると山内隆とかストーリーが出来上がった状態でとりあえず直江を起用することは決まっていて、ポリコレコンサルの結果安家を追加したのではないでしょうか。ここで登場空白おばさんですね。日本の戦国時代である安土桃山時代はとても繊細な時代ですとおっしゃっています。どの口が言うとんねん。ゲームディレクターがアサシンクリードシャドウズはステルスを中核にしたいと考えていましたと発言されています。おやおや、様子がおかしいですね。とはいえ直江は従来通りおおよそアサシンクリードっぽいキャラクターになっていますよね。ですが皆さん、当初の予定ではもっと可愛かったみたいですよ。ちょっと話は変わりますが、この動画は低評価と高評価が割と釣り合っています。安家問題とか歴史に忠実みたいなところとか、あとは安家自体を起用して歴史上の人物を起用したみたいなところを抜くと大変面白そうなんですよね。そういった一定数の高評価は生まれるんじゃないかなと思っています。動画内の安家のパート抜きの直江だけの忍びとかアサシンみたいなところを見ると、ちょっとやりたくなるっていう気持ちはね、わからなくもないですね。ですが動画はここから低評価の話になってきます。安家はシリーズ主人公初の歴史上の人物です。やめてください。これがスイートベイビーとか糖質赤ちゃんに取り込まれる前だったらね、まあ皆さんも納得してたかもしれないですね。安家について分かっていることはわずかですが、まあトーマス・ロックリーの捏造話しか分かっていないですか。何笑てんねん。そっからキャラクターを作り上げるというのはチームにとって非常に心躍る取り組みでしたということですね。安家はどんな状況でも戦って道を切り開けますが、非常に頭脳明晰な人物でもあります。信長の道具持ちをする前は奴隷ですよ。使えてから死ぬまで1年足らずで、その頭脳明晰な教育されてるわけないだろう。動画内の巻物の書き方も直ってなくて笑った。例えば扉を力いっぱいに吹き飛ばすシーンがあるんですけど、頭脳明晰なのに手前側に留め具があるのになぜ安家は破壊しているのでしょうか。これ留め具外して普通に入ればいいんじゃないですかね。まっすぐに扉に向かって破壊しています。安家はやや動きが鈍くなってるらしく、イーグルダイブもケツから行きます。アサシンクリードを知っている方だったら結構有名なシーンですけど、イーグルダイブですね。ケツから行きます。あとは気になるゲーム本編のストーリーですよね。ストーリー上二人には共通の目標があるらしいです。これがちょっと陰謀論みたいな話になりますが、トーマス・ロックリーの広めた黒人奴隷を日本人から解放するみたいなストーリーだと、ちょっと歴史捏造が関わってきますね。あとは PV の途中に出てくる大仏、東大寺の大仏っぽいですけど、これは安家がいた時には燃えてしまっているので、これも歴史交渉が足りないのではないでしょうか。いやー、本当に動画一本公開するだけで炎上騒ぎとなる本作アサシンクリードシャドウズですね。不満なところとかおかしいところを挙げれば挙げるほどキリがないですが、限定版が売れ残っているのも理解できるかなと思います。以前の動画でも紹介した刀が当たっていないのに出血している刀ブンブン切り、動画の途中で直江パートはめちゃくちゃ面白そうとは言いましたが、まあ、とはいえツッコミどころは多そうですよね。これで前回の動画でも紹介した日本人が日本を感じられるゲームになっているとは驚きです。最近めっきりと音沙汰のなくなったトーマス・ロックリー、日大の英語の先生、法学部准教授ですね。正直早く日大ないしは本人から何かしらの説明が欲しいところですが、この動画を見ている方は安家問題とかトーマス・ロックリー、ロックリー・トーマスがやったこととか、あとはトーマス・ロックリーって誰なのとか、あとはこのトーマス・ロックリーを擁護した人、書籍、どうして安家が燃えているのか、あとは黒人奴隷問題って何ってところは、ウィキペディアは凍結されていたんですけど、誰か有識者が全て編集して全て終えるようになっていますと。
めちゃくちゃ綺麗にまとまっていて、歴史上の偉人ぐらいまとまっていますね。まあ、ぜひね、皆さんも見てください。やはり一番話題になったのは自作自演のウィキペディア改ざん問題ですよね。2015年以降、英語版のウィキペディアのヤスケの項目にロックリーの未発表の著作を参考文献として挙げ、ヤスケは侍だったなどとする不確かな情報を繰り返し過失されたということで、この鳥取トムという名前でねやっていたんですけど、まあ来日した時に鳥取に住んでいて、また英語のティーチャーでトム、愛称で鳥取トムというハンドルネームでウィキペディアを改ざんしていました。なんとウィキペディアだけでなく、ブリタニカ百科事典もロックリーと見られる人物によって編集されたんですけど、先月7月に専門委員会によってファクトチェックを行い更新がされたそうなので、まあとりあえずそんな感じになっていますね。トーマス・ロックリーが行ったこととして、ヤスケ問題もひどいんですけど、一番は黒人が日本人に奴隷されていたと主張したことです。どういうことかというと、ヤスケと信長とヤスケという著書があるんですけど、まあ、これノンフィクションとして書かれていて、まあ、その中に日本に黒人奴隷制度があったと読める内容が実際にあります。事実とは異なるんですけど、そのような内容になっているので、これを信じている外人黒人も多いみたいですね。よく自分ブレブレが作った曲とか、あとはショート動画とか、こういった動画にコメントが来ていまして、まあ、このヤスケ問題とか朝栗問題とか著作権問題とか、トーマス・ロックリー、まあ、その他黒人奴隷の問題は分けて考えるべきというコメントがね、いや結構いただいています。確かにこの問題はアサシン・クリード・シャドウズで判明した内容なんですけど、まあ、例えば NHK がこのトーマス・ロックリーの著書をもとに番組を作って、まあ、トーマスの主張が事実であるような番組を作ったりとか、まあ、国政の動きとして今回の問題について参議院議員の実際の国会議員がこの問題について問題視していて、まあ、ちょっと文部省とかいろんなところに問い合わせたみたいなところもあったりします。なので特にアサシン・クリードの問題とトーマス・ロックリーの問題っていうのは分けて考えるべきで、まあ、なんですけど朝栗のヤスケ問題を取り上げようとするとどうしてもトーマス・ロックリーが出てくるという状態になっていますね。ただこのアサシン・クリード・シャドウズ一つとっても著作権問題とか CEO の発言とか、まあ、その CEO の発言っていうのはこの黒人侍ヤスケを批判している人っていうのがレイシストとか多様性を否定しているって言った件とかなんですけど、まあこういった件に飛び火しているので、このヤスケの問題に関わるところを全て読み解いていくと、まあ、結構疲れるなっていうのが結構自分の印象です。なのでアサシン・クリード・シャドウズと UBI だけの問題だけを言うと、著作権を無断使用している問題とか、あとはトーマス・ロックリーの脚本を元にしているのであれば、この脚本はすぐにやめた方がいいのかなと思っているってところですね。最初はね、アサシン・クリード・シャドウズのおかしい描写とか日本でこんなんだっけぐらいだったんですけど、まさかここまで大きい問題になってもはや UBI のゲームを買いたくなくなるようなことになるとは思ってもなかったですが、皆さんはどう思いますでしょうか。当初はヤスケを批判しているのではなく、その周りを取り囲む状況を批判していたんですけど、ここまで大きな問題になるとヤスケを主人公にしていると一生言われ続けるといった感じになりそうです。今回の動画は以上です。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ブレブレゲームスでした。